はい、今回ですね、先日筑波サーキットで行いましたスーパーFJ筑波シリーズ、こちらのね開幕戦にお邪魔してきました。今回ね開幕戦なんですけども、去年のね18台と比べると、大幅にね台数が減っていて、わずかね10台となっています。多くの選手がね、他のカテゴリーへステップアップしたり、またね違うシリーズに参戦するなど、かなりのね選手が、抜ける形となっています。それとね、週末にかけて雨となっていて、予選決勝とも、雨が予想されています。今回ね予選はウェットコンディションとなりました。タイムね立ち上げ早かったのは78番の小田部選手、いきなりね1分3秒台に入れていました。その後ね52番の小村選手がじわじわ上げる形で2番手につけます。その後ねさらに順位を上げてトップ浮上となりました。ここでねしばらく硬直状態が続くんですけども、その後にね3番手にいた武者選手が2番手に浮上する形になりました。はい、そうだね、こちらが、予選結果です。まずはねポールポジション、小村選手が獲得しました。2016年には、筑波のねスーパー FJ でチャンピオンを獲得し、その後ね、JAF F4 など、上位カテゴリーに多く参戦して、経験豊富のね選手なので今年の活躍楽しみにしています。続いてね武者選手、前日のね練習ではねほぼトップタイムかなというタイムを出してたんですけども、今回ね小村選手に行かれる形で2番手になりました。で続いてね3番手につけたのが、今回ねデビュー戦の、小田部選手なんですけども、わずかね予選3周目にベストラップと、序盤のねタイムの立ち上げとても早かったんですけども、そのねベスト更新がならず3番手となりました。で続いてね安田選手なんですけども、去年のね上位選手なんですけども、今年ねシャーシをね RD に乗り換えて参戦しています。今回ねここの、4人がね3秒台につけていました。決勝の方は予選よりも雨足が強くなり、SC 先導でのねスタートとなりました。
はい、そうだね。こちらが正式結果です。まずはね、優勝の小村選手。見事ね、ボールトゥーインという形でね、優勝を果たしました。2番手のね、武者選手との、タイム差がね、あまりない状態で、走行したんですけども、終始ね、安定してトップをキープしていました。続いてね、2番手に武者選手。今回ね、ベストラップは取ってるんですけども、スタートの差がね、やはり、縮まらず、そのままね、チェッカーとなりました。続いてね、小田部選手なんですけども、ちょっとね、レースペースの方はね、あまり上がらなかったんですけども、3番手とね、大健闘していました。続いてね、八田選手なんですけども、ここまでがね、1分5秒台で走行しました。その次にね、中澤選手なんですけども、6位から1つポジションを上げて5位と入賞してました。今年の筑波シリーズ、ちょっとね、台数が減って残念なんですけども、新しいね、顔ぶれがここ1年、どう成長するかとても楽しみに思っています。2corner ではね、こういった選手をね、応援してますので、皆様も一緒に、チャンネル登録をして一緒に応援の方よろしくお願いいたします。